始めたのは2011年の、4月の初めに1週間毎日郡山に毎日往復して、フランス人のシェフを連れて、東京でお料理作って、そのお料理をこっちに持ってきて、2、3カ所回って、その時そういう仮設住宅がなくてね、体育館とか学校とかいろんなところにみんな被災してて、50人、80人、100人、200人っていう数で、回ってあったかい食事を持ってきたんですよ。このガンバッピ福島、GBP 福島は震災当時に10の団体で被災者の方々を励まそうということ、笑顔を戻してもらおうということで結成された団体です。本当にね、きっかけかもしれませんけど、ただやっぱりこういうことがあるんだ。で、私らその仮設とかね、刈り上げ住宅に住んでる人も、いや、こういうふうに日本の人もそうだけど、外国の人まで応援してくれてるんだという励みになればと思うんですけどね。それはね、もう言葉で言わなくても、それぞれの顔とか、終わった後のね、皆さん の笑顔を見るとね、本当に私らも元気つけられますから、同じ福島県民ですから、同じ福島県民同士がまず助け合わないと、と思いますね。